昔日の強豪が一敗し屍を晒す。一介の草履取りが立身出世し大将となる。戦は戦を呼び、田畑は荒れ、人心は乱れる。尾張の織田信長をはじめ、名だたる武将が天下を奪い合い、いつ果てるともなく戦い続ける戦国の世。ここ義州天名の地でも、名門桜井家の栄光は希望が夢となり、下克上により権勢を振るう乱世の英傑藤森主膳が天下をうかがう。強く、ただひたすら強く、それが主膳が求める国のありよう。だがそのために天名の民草はひたすら重苦にあえぐ。そう、戦が絶えることはない。今も一つの戦が終わった。だが累々と横たわるカバネたちだけが戦いを終えることができる。合戦場をさまよう者にとって地獄とはあの世か、それともこの世か。それを知る者は誰もいない。たまげた。あの大戦で生き残ったやつがおるとはな。おい、おめえ様、大丈夫かよ。お、どうした。おお、おい、おめえ様、おめえ様よ。どうする。どうするって、仕方ない。村へ連れて行くしかねえな。
ここは戦場ではない。血の匂いを振りまきながら歩くな、このバカ者が。わしらが朽葉ヶ原で倒れていたお前を助けてやらねば、ムクロになっていたのだぞ。ありがたく思うなら、これ以上村に戦場の影を落とすな。なんだお前は。侍が村の中をうろちょろするな。お前ら侍がいると姉ちゃんが怖がるんだ。帰れ帰れよ。おいお前、おいらを言いくるめようとしたってそうはいかねえぞ。やめなさいコウタ、何をしてるの。さあコウタ、行きましょう。でもこいつが。いいから。コウタの非礼はお詫びします。でもこの村に侍が不要なのは本当のこと。村に災厄を呼び込む前に出て行ってください。お願いします。どうにも渡り合えると考えておるな。
なかなか手だれが揃ったようだな。ではこれより審査を始める。死を恐れぬ真の侍のみが大殿と共に天下をつかむことができる。その覚悟のある者は一歩前へ出るがいい。お主、いいだろう。その力存分に振るうがいい。浮き上がった。どういうつもりだ。あやつ気は確かか。どうした。相手が梅宮殿だと分かっているのか。何の真似だ。この連中では不服だというのか。面白い。では拙者自ら吟味役を務めてやろう。なかなかの腕だ。これならば十分役に立つだろう。よし、お主を取り立てることにする。殿が天下を取れば立身出世は望むがままだ。励めよ。おや、何やら匂うのう。町に不似合いな飢えた獣を放つような匂いが。これは血の匂いかい。やはりそうじゃ。風雅とはかけ離れたこの周期、これほどまでの悪臭を嗅いだはお主で二人目じゃ。そう、一人目は藤森修善。あれもまた血の匂いが避けられぬ男よ。じゃがお主はそれ以上かもしれん。そしてわらわはこの匂い嫌いではないぞい。
珍しいものを見たものじゃ。たまには街歩きも良いものじゃの。お主とはまたどこかで会うやもしれん。ではな。どうや。お。いいだろう。お。いいか。いやいや。あ？よかろう。どうだ？え？いいか？え？ほうほう。おう、うん、よかろう。
やん。おい。どうよ。よかろう。海外に戦艦宗近、京という京は許さんぞ。割り当てた年貢米払わんのなら我々にも考えがある。払わんなどとは言っておらん。払えんと言っておるのだ。我々も子供の使いではない。手ぶらで城に帰れるか。だがわしらも内緒では触れん。来年の種もみに手をつけるような真似は藤森修善殿も望まれまい。今日のところはまずその旨を藤森殿に報告に帰られてはいかがかな。のらりくらりと、その手には乗らんぞ。そんな脅しがわしに通用すると思うか。気をつけた方がいいぞ。こいつは何をしでかすかわからん。多分村ごと滅ぼすんじゃないか。なんだと、どういう意味だ。できもせぬくせに。お前本気か。本気でこの村を滅ぼそうというのか。年貢米は一粒たがわず納めるとしよう。最初からそうすればいいのだ。あまり我らに手間をかけさせるな。いいだろう。おう。
承知した。さあ来い。行かん。義州天名城主藤森主膳である。その方なかなかの働きぶりと聞く。褒めて使わそう。その方血はついておらんのか。ふん。10歳で初陣を飾りしの地、戦場で戦うこと百数十回、この藤森主膳、一度たりとも敵に後ろを見せたことなどない。さあ、このわしをどうしたい。わしは義州天名城主藤森主膳であるぞ。その息やよし。面白いやつだ。気に入ったぞ。隙あらばわしの寝首をかこうというものでなければ戦の役には立たんわ。
励めよ。たわけが。大儀である。よかろう。どうだ。よいか。そうだ。よく来た。いつ来ても不気味な場所だな。天狗でも出てきそうだ。クワバラクワバラ、こんな薄気味悪いところさっさと越えちまおう。よし、抜かるんじゃねえぞ。いけいけ。うわっ、出た。大加藤だ。来るぞ、抜け。長老を守るのだ。
こいつら。引け。ちくしょう。狙われたのは兵糧か、それとも拙者の命か。いずれにしても味方以外誰も知らぬはずのこの道中に襲撃だと。大方か。なるほど。城には一体何匹ネズミのいることか。さて、残りの道中もわずかだ。大加藤の別動隊が現れぬうちに城へ戻るとしよう。よくやった。おう、うん、まあ、そうだ、ありがとう。そうじゃな。良いかい？そのぐらいにした方がいいな。お前たちの腕では勝てない。いつへ、なんだと。そいつの剣は戦場で戦って生き延びてきた者の剣だ。口先だけのお前たちとは違う。お前本当のことだな。雑魚は黙っていた方がいい。お前はどうかな。無様な戦いはしなさそうだな。とはいえ、私の背中は預けないな。まあいい。お前も戦いが好きなら
ここに向いているかもしれん。仲間に加わるのなら棟梁の松崎源十郎に挨拶するがいい。おお、よく来たな。お前も今日から大加藤の一員だ。中には変わったやつもいるが、基本的に自由に楽しくやるってのが信条だ。お前も遠慮せず好きにやってくれ。ただし俺の目が行き届く範囲でな。梅宮優馬だ。真の侍がまた一人馳せ参じてきてくれたか。よく来てくれた、歓迎する。俺たちと共に修繕を倒し、もう一度桜の花を咲かせよう。私は林道一世、藤森修繕を倒すためにここにいる。お前が本当に腕が立つのかどうかしっかり見極めさせてもらうぞ。ともかく我々は藤森修繕を倒すための同志だ。共に力を合わせ戦おう。承知した。さあ来い。まだか。あのな。お主もやれ。飲めんとは言わせんぞ。どうした、わしが酔っているかどうか気になるか。酒の十斗や二十斗で酔うようなわしではない。わしはもっと別のものに酔うておる。当の初陣以来、あまたの戦場で戦い、千と二十の首を挙げてきたわしよ。それがなせたは、初陣よりこの方激しく酔うておるからに他ならぬ。天下取りという夢にも。アララギ、これよりは男の話よ。下がっておれ。
あれはな、天下取りのために買った女。お主も舞うというのか。よかろう、相手をしてやる。だがこの舞は命がけぞ。わしかお主、どちらかのな。世を生き抜くことができるか。生き延びたくば非常になれ。それができねば滅ぶ。待て。お主、思い切りが悪い上に頭も悪いようじゃな。主膳がおらんでどう信長に対抗するつもりじゃ。わらわはこんな小国と心中するつもりはないぞ。このわしがこんなところで。
お主強いの、あの主膳を倒すとは。じゃが頭は悪いようじゃ。今のアマナに主膳の力はまだ必要。主膳が倒れた今、信長は一気にアマナに攻め込んでくるじゃろうな。それを止め、押し戻す力はこの国にはないぞ。急転直下の暗殺劇。藤森主膳が義州天名を平定するかに見えたその一瞬、名もなき侍が天名統一を宣言する。子が親を殺し、家臣が主君になり変わるは戦国の世の常だが、そうして成り上がった者に支配者としての器があるかどうかはまた別の問題。主膳おつとの知らせを聞いた織田信長は直ちに義州天名に進軍、瞬く間にかの地を制圧。そして地図の上から消えた天名という地名とともに、城主となった侍も消えた。後の世、人々はこれを天名の一日天下と呼んだのだった。